疲れ様です。髪の毛が今までないぐらい伸びました。ですね、夏休み前に切ったきりなんだよ。で、なんだかんだ言って夏忙しかったりして床屋行けなかったんだよね。で、今やっと落ち着いたあたりなんで行きたいと思います。僕的にはこのまま髪伸ばしてこういう感じもいいかなと思ったんですけど、横は広がってきちゃうからな。だから久しぶりに美容院行ってこようと思いますと思って、いつも行っている健吾のところがですね、なんかお店が変わっちゃったのかな。だから新しいとこ行かなきゃいけないんだよね。ねえ、こじゃれたとこなの？そう、おしゃれなとこ。今日撮影できるかな？できないと思う。女の子他にお客さんとかいるってこと？俺中でパック開封チャレンジも取り無理だと思う。はい、毎日パック開封チャレンジとかできない？できない。横に女の子とかいるの？女の子たくさんいるとこだから。キモ。生放送もできない？できない。まあいいよ、まあでも撮るよ。一応カット、この髪の毛は短くしてくるんで、はい、じゃあ行ってきます。はい、こことか後ろとか見とく、これこういうの、うん、うん、はい、じゃあこういう感じで行ってきます。すいません、じゃあ今からお願いします。健吾さんです。映った映った。あの店を散々宣伝してあげたのにでもいいのいいのいいの、こっちで、はい、買いませていただきます。よろしくお願いします。今日じゃあ横ビシッとが短くと思ったけどバランスよく。そうですね、わかりました。はいはい、よろしくお願いします。これはでもまだ怒られないと思ってるね。全然普通だよ、全然。うん、毛があるもん、全然繋がってるから。うん、じゃあいいじゃない。はい、ありがとうございます。個室ではないんでね、開封チャレンジはできなくそうだな。うん、いやいやいや、まあまあ、また慣れてから。いや、ちょっとほらおしゃれっぽいとこだからさ、俺は来ちゃいけないかなと思ったんだけど。いや大丈夫、大丈夫かな。全然大丈夫。今日は上の方はね、そんなに切らないで、はい、でここは白いから薄く見えるだけで、剥げてないですよね。うん、うん、白いから薄く見えるだけで、剥げてないと。剥げてないです。剥げてない、剥げてはない、剥げてないです。はい、お願いします。これなんかずっとマスクがルールみたいですよ、これは。